ボルゴドンスクの紋章、ボルゴドンスクは、ロシア南部、ロストフ州の東部にある都市、ドン川のダム湖であるチムランスク湖の西岸に位置する。州都ロストフな、ドヌからは東へ1 9 0キロメートル最寄りの町は2 0トル北にあるチムランスク。人口は2009年の推計で169,048人。ボルガドン運河及びチムランスクダム。 ツィムリャンスク水力発電所の建設で大きくなった町である。ボルゴドンスクはボルガドン運河建設の最中かの1 9五十年に労働者の集落として開かれた町で1五十六年に市となった。1九9九年にはボルゴドンスクの集合住宅がモスクワ及びブイナクスクと共に高層アパート連続爆破テロ事件の標的となった。ボルゴドンスクは モスクワとロストフナ、ドネを結ぶ M4 幹線道路などの道路やドン川などの水運による物流に恵まれている。特に水運によって物資が運ばれるほか、夏には観光船なども通る。ボルガドン運河を利用することにより、ボルゴドンスクにはドン川流域の航路のみならず、ボルガ川流域にあるロシアの主要都市、カスピ海、国海や地中海に行く航路なども通っている。 1981年に建設が開始されたロストフ原子力発電所はボルゴドンスクから1 2トル北東のツイムランスクこの湖岸に位置している。この原発が稼働したのは2001年3月30日のことで21世紀のロシアで最初の原発となった。この原発が主要な雇用種となっているほか、地熱発電所などのエネルギー部門、機械工業、食品工業、 生材業オーストリアとの合弁である、鉱材工場などが立地している。1980年代初頭に建設された原子力関連企業アトムマーシュは、ロシア型か圧水型原子炉の製造に使われる原子炉圧力容器をソ連で最初に製造した工場であり、サンクトペテルブルクのイゾラ工場と並ぶ VVER の主要生産企業である。ボルゴドンスクには、 ロシア各地の大学の分校など、高等教育機関が集まっており、経済学、工学、農業などを教えている。ありがとうございます。